こんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2019年7月28日ということで日曜日ですので、まあ、恒例のまとめ記事っていうのをお伝えしたいと思うんですが、まあ、実はですね、今年の3月ぐらいでちょっとやめてしまったことがあって、それをですね、なんとかして復活させる方法を考えていたんですが、なかなかですね、仕事が忙しくて、うまく自分の中でコントロールができなくなりましたので、今回新しい形でですね、それを再開したいなということで、その日が今日にあたります。ということで、今からですね、そのコールをやっていきたいと思いますので、ぜひちょっとお付き合いいただければと思うんですが、こちらになります。はい、皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。人工知能 AI について今までいろんなニュースをポッドキャストの方で、1記事ずつですね、配信していましたが、なかなかどうしてもですね、その配信するものができなくなってしまいましたので、まあ1ヶ月まとめてですね、今月の AI ニュースみたいな形でお伝えすればいいんじゃないかなということで、ポッドキャストの方を再開していきたいと思っております。ではですね、早速なんですが、記事を紹介していきたいと思いますけど、まずこちらからいきます。はい、まず一つ目はですね、現代の AI が得意とする5つの自動化、分類、回帰、クラスタリング、推論、探索っていうものがあると。まあ、AI っていうものはですね、まあ結局のところは、このように分類したり回帰したりとかって今お話したことっていうのは、すべて自動化するために何が必要かっていうと、自動化するための定義っていうのを人間がしなきゃいけないっていうことなんですね。まあ、このような過程があるので、なかなか人間を超えることができないというものがあるわけです。で、それについてですね、また記事を紹介しておきますので、リンク先から見てほしいなと思うんですけど、で、次にですね、じゃあ AI に、じゃあ自立させればいいんじゃないかと。自動化っていうのは、誰かが自動化の仕組みを作るわけだけど、自動化させないようにするためには、自分で勝手に動くようにしなきゃいけないっていうのが、自立性を持たせるっていうことなんですけど、この時には、自発性、反過性って読むんでしょうかね、説明可能性、この3つあって、その自発性の中にですね、内発的動機、そして意図、好奇心というものがあって、で、反過性の中に創造性、思考っていうのがあり、説明可能性の中にメタ認知、言語などがあるそうです。まあ、この中で、まあ、先日僕が講演しました好奇心っていう言葉が入ってるんですけど、まあ、自らが何か自発的に動かすためには、その原動力となるものが必要で、まあ、その原動力の一つに、まあ、ここでは内発的動機って書いてますけど、その欲求みたいなものがあって、そして、自分がこうやっていきたいという意図があって、そして自分が新しいことに興味を持っていくという好奇心があったりするというものですね。そして、創造性、思考、これもまさにその通りですね。新しいものを考えていくという、オリジナルを考えていくっていうものがないと、自分的に動けないし、何か自分の考えとか思いっていうのが出てこないと、当然自発的に動けないし、そして、まあ、認知っていうものと言語っていうものは、これ実はどうやってそれを説明するかって時に、その説明をするために、表現しなきゃいけないわけですね。だから、例えばアーティストの人とかは、芸能人の人とか、例えば作家の人とかは全てそうですけど、自分たちの、説明する方法として、それで文章を選ぶのか、YouTube を選ぶのか、音楽を選ぶのか、絵を選ぶのか、みたいな感じになっている分ですね。このようなものが、まあ、その表現方法としてのがあるということですね。まあ、こんな話もありました。あとはですね、ウィンブルドンで、スポーツで AI 編集広がるということで、まあ、今回のウィンブルドンのテニスの試合の中で、AI によって編集された動画っていうのがたくさん上がっているそうです。まあ、過去の、テニスの試合の中で、例えばどっちかが点入れたときに、例えばリプレイがあったりとか、そしてそのギリギリ入るとかね、そこをもう一回繰り返すとかっていうものがあるわけですよね。で、例えば、勝った人の方の、表情をアップにして、負けた人の表情をアップにして、その対比を見たりとかっていう、そういうものの、
今までカメラマンが自分がテクニックとしてやっていたことっていうのを、まあ、ディープラーニングによって勉強させることによってですね、それを AI によって実際に動画を編集することができるようになったということです。だからたくさんのカメラを用意して、そのたくさんの映像の中からそう切り取ってですね、編集していくっていうことができるというもので、まあ恐ろしい時代になったなと思いますね。で、その時に僕面白いなと思うのは、その AI 編集っていうのもすることによって何がいいかっていうと、例えば一つのそのプロデューサーとかですね、いわゆるスイッチャーと呼ばれているカメラを切り替える人たちっていうのは一人しかいない、主導権を持ってないわけですよね。でもその、例えばその、A 選手寄りの編集っていうのと B 選手寄りの編集もできるし、中立の立場での編集もできるし、なんかミーハー的なものでもできるし、ちょっと炎上系のものでも編集できるみたいな形で、いろんな切り口で編集ってできると思うんですよね。まあ、そういうようなことをお客さんが自分が好きな編集のカメラ映像に切り替えて見ることができるっていうのは、まあ AI 時代ならではかなと思いますね。まあ、これ人間がやるとね、5人必要になったりしますからね。まあ、人件費かかりますからね。まあ、この辺面白いかなと思いますね。はい。あとはですね、孫さん、ソフトバンクの孫さんが講演の中ですね、この数年で日本発展途上国になった、結構やばいということで、AI についてですね、日本が遅れてきているということについて、講演したものがニュースになっていましたが、僕もそう思います。で、その傾向の中に、その、やはりこう、なんていうのかな、やっぱスマートスピーカーとか、音声検索っていうものを、やっぱり積極的にやろうとしないっていうところが、やっぱりね、一つ引っかかっています。例えば今回のキャッシュレスもそうですけど、新しいことに関して積極的に進んでいかないと、結局データが止まらなくて、データが止まらないと進化しないので、だからそこの部分が日本人がこう奥手になっていくとですね、結局、まあ変な意味だけど、中国みたいに、なんか バカみたいにこうやっていくとですね、どん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 学習して賢くなっていっちゃうんですよね。なので、まあ人間が頑張る時代じゃない、AI に頑張らせる時代っていうふうに考えた場合には、まず最初は人間がバカなって動かなきゃいけないってとこが、日本は最近欠けてるとこなんかなって気がしています。はい。あとはですね、仮面ライダー新作01は AI がテーマということで、AI 社長が悪を打つというですね、ものになってるそうです。まあ今まで AI っていうのは、どっちかというと、悪い方側にね、まあターミネーターみたいな感じで、まあ入っていてですね、まあ、ターミネーターで悪い方とも言えないけど、悪用することによって、正義がですね、やっぱ人間らしさで勝つみたいなものが定義になってるんだけど、まあ、ここもですね、今度は AI の方が悪を打つみたいな形で、言うと、まあ、共感されやすいんでしょうね。皆さん、仕事を奪われるとかね、人間の方が素晴らしいと思ってるので、まあ、そんなのした方が視聴率が上がるってことなんでしょうね。まあ、そんな、ものが、これ9月からかな、仮面ライダーで新しくなりますけど、10月でしたっけから始まるそうですね。はい。あとはですね、糸井重里さんがこんなことを言ってますと。雑用を AI にやらせる未来がディストピアかもしれない理由ということで、まあ、これちょっとタイトルだけ聞くと、かなり偏って、こう、映ってしまうんですが、まあ、正論というかですね、両立てしてるので、その片っぽだけしか上げてないからこうなっちゃうんですけど、つまりその人間は好きなことやればいいと、好きじゃないことは AI にさせればいいっていうのはちょっとこれ極論というかですね、片っぽしか見てなくて、で、何を言いたいかというと、自分が好きなことをやっている、自分が嫌なことをね、やっているのを全部 AI にさせればいいんだけど、じゃあ嫌なことっていうのは全員人間が嫌なこととは限らないってことですね。例えば単純作業が嫌な人は AI にさせればいいっていうけど、単純作業が好きな人もいる。汗水垂らして働くことに生きがいがあるという人もいれば、汗流したくない人もいる。だから、それは多様性なので、そのそれぞれの、自分の、思いに合った、価値観に合った働き方をさせる。だから AI と AI に分断するということ、雑用に AI をやらせるということじゃなくて、雑用したい人に雑用してもらった方がいいわけですね。そのようなことを考えていくためには、自分にどういう仕事が向いてるかとか、どういうことをやりたいかということは明確にならないとですね、分担ができないわけですよね。まあ、その辺が課題かなという、このニュースを見て思いました。はい、そして7月19日に、イーロン・マスクが、の AI 企業がですね、脳埋め込み技術の臨床実験を申請ということで、
まあ、いよいよこんな時代が来るのかなっていう気がしています。これ、別のとこでも、ニュースが入っているんですけど、これからは人工知能の時代は終わると、これからは拡張知能の時代がやってくるっていうふうに書いてますが、まあ、自分の脳を拡張させることによって、賢くなろうと。AI に賢くさせるんではなくて、自分の脳を AI 化しろっていうですね、ものになっているわけです。で、今はその、AI 化させないで、AI を作ろうとしてるんだけど、脳をね、賢くさせようとしてるんじゃなくて、AI 化を進めてるんですが、実は、人間は江戸時代から今までの間に、どんどん技術が進化して、どんどん機器が進化してきましたよね。で、例えばスマホだったりとか、パソコンだったりとか、こういうものは出てきたわけですけど、この技術を、まあ、頭の中に入れていこうって話になって、チップ入れようって話になってくるわけですね。で、そうすると、結局今、意識として、自分の脳が指示をして、スマートフォンに検索しろとかね、覚えとけみたいなこと言ってるのを、無意識でできるようになるわけですよね。ここが、この脳埋め込み技術のポイントかなって気がしていますね。まあ、こんな時代が来るのかもしれないです。まあ、この方が早いなと僕も思いますね。はい。あとはですね、シンギュラリティは2045年に訪れない、アイロボット CEO の方がこんなことも語っています。まあ、いわゆるルンバですね、作ってる会社でしたっけが言っていますが、僕もそうじゃないかなと思っています。まあ、そもそもですね、シンギュラリティが来る来ないっていう話があるんだけど、じゃあシンギュラリティの定義って何ぞやって話が決まってないし、そもそも AI の定義も決まってないのに、何をもってシンギュラリティって言ってるかっていうのがよくわからないです。まあ、そこもあります。はい、あとはですね、はい、AI のせいで雇用が減るっていうけど、実はそれただの経費削減じゃないっていうふうに書いてますが、まあ、これもおっしゃる通りだと思います。その、まあ、AI って言ってですね、仕事奪われるって言ってるんだけど、仕事を奪わせているのは、その会社の社長なり、幹部の人であって、仕事を勝手に奪われるんではなくてですね、勝手に自分の仕事が減っていく、会社の仕事が減っていくわけではなくて、社長が経費削減のもとに、社員の首を切ろうとしてるんだけど、それを、経費削減とかね、社長はなんか、悪いやつだって思われたくないので、AI のせいにしてるだけですよね。で、実際には、今までだってパソコン買ったり、ワープロ買ったり、ファックス買ったり、それをすることによって経費を削減して、人件費を削減して、そしてその効率化を進めてきたんだけど、それが AI になるというだけの話ですよね。だからその通りだと僕も思いますね。はい、あとはですね、こんなニュースも入ってきてますということで、1枚の写真と音声データから人が話す映像を作れる脅威の技術が登場ということで、まあね、そんなことになってくるのかなって気がいたします。まあ、写真と音声データがあれば、結局そこからですね、類推して人はどんな声をするのかなって声が聞こえるわけですよね。で、それで話すってことが、まあ、できるんだろうなっていう気がします。今の、例えば恐竜とかね、昔の生物とかっていうのも、例えば、顎のね、骨格とか、頭蓋骨の形とかから、実際にこういう声だったんじゃないのとかね、こういうトーンだったんじゃないのっていうのができるように、まあ、多分、あるんでしょうね。例えば、背が低い人はね、声が高いとかね、高音が出るね、歌手の人は背が低い人が多いとかね、だからそういういろんなデータからですね、声っていうのが類推できるし、多分顔の骨格からも、多分出るんじゃないかなと思うので、まあ、こんな話になってくるんでしょうね。はい、ということで、AI バブルの崩壊、いつか起きる、東大、松尾豊教授が語る、深層学習の未来と。松尾さん、僕、日本の人工知能ではトップの人だと思いますけど、日本のね、この AI について非常に嘆いていて、そして、高専ですね、高等専門学校にすごく期待をしているんですが、僕もその通りだと思ってて、インターネットをなんか皆さんが楽しんで始めたように、AI をもっと楽しんで始めてもらって、失敗でもいいから、あ、AI ってこういうもんなんだっていうことを、どんどん利用してもらうとこから始まるんじゃないかっていうことを言ってるんですが、僕もね、そんな気がしています。まあ、この辺またね、随時、この、ポッドキャストの中で伝えていきたいと思ってますので、ぜひね、楽しみにしておいてください。はい。ということで、ポッドキャストはこのぐらいで終わりたいと思います。はい。ということでですね、今日は、
人工知能の今月を振り返ってました。インスパイアの期待した。ありがとうございました。バイバイ。